ってきます。エリンギ小平司のホリデールーティーン。埼玉県住みます芸人のエリンギ小平司です。私の休日はこちら、トヨタのスターレット、こちらの愛車とドライブへ行くのが最高の休日なんです。ドライブの前にはこちら、カーピカランド北越谷店さん。昭和な雰囲気を感じさせる洗車場がお気に入り。こちらで洗車をして綺麗になった愛車でお出かけします。こちらのスプレー型洗車機には3つのコースがあり、標準コース500円、ロングコース600円、水洗いコース500円になっています。標準コースは水洗いが1分、洗剤2分、水洗い2分のコース。ロングコースでは最初の水洗いが 1.5 分、洗剤が3分、そして最後の水洗いが3分。水洗いコースでは水洗いのみ5分のコースとなっております。ちなみに私は標準コースを使うことが多いです。それぞれのブースに脚立があり、マット洗浄機もあるなど、標準的に洗車場に欲しいものは全て揃っております。このスターレットは EP82 という方です。スターレットは3代目から5代目までターボチャージャー付きエンジン搭載車も登場し、イダテン、カットミなどの異名を持つ車です。コンパクトなのに走れる、私のような可愛い女子にぴったりの車です。後続車にはビッツ、今のヤリスもあり、スターレットは今まさに世界で活躍するラリー車の原点ともいえる車なんです。さあ、洗車が完了してこれから拭き上げます。私が使っているのはこちら、簡単撥水ワックス。こちら濡れたまま拭き上げるだけでワックスがかかるという優れものです。ここでね、雨が降ってきてしまったので急いで拭き上げております。ここで車好きあるあるを一つ、洗車をしようとすると雨が降ってくる。その時、洗車をやめる派ですか、それともやっちゃう派ですか。私は強行する派です。はーい、洗車が終わりまして、この後は道の駅に行きたいと思います。こちらハンドルはナルディのハンドルです。自分で付け替えました。そして左側にあるコンピューターはラリーコンピューターといって、デイラリーで使うものです。デイラリーについての説明は今回は割愛しますが、とても楽しいモータースポーツです。興味のある方はぜひ調べてみてください。こちらもう少し車内の様子見ていただきます。こちら青いバーが入っているおかげで、崖から落ちても潰れにくい仕様となっております。窓は手動で開けるタイプ。そして後ろの座席は外すことによって、軽量化により速く走れるようになっております。さあ、いよいよ安行へ向かって走り出しました。シートはバケットシートで、4点シートベルトがついております。こちらの4点シートベルトも自分でつけました。皆さんは雨の日のドライブはお好きですか。私はね、雨の日のドライブ大好きなんですよ。定期的に動くワイパーの音に、後ろに流れる水滴を見ながら、静かで一人に浸れる空間、最高ですよね。車の中で一人カラオケなんかも最高ですよね。ちなみにお箱はロンリーチャップリン。デュエットしてくれる方募集中です。さあ、ということで道の駅川口安行に到着いたしました。安行はですね、野菜の直売所があったりとか、あとはお花とか木が売ってたりする、とても自然にあふれた場所です。地産地消のお野菜が食べられたりとか、お家にこう草木を置くことで丁寧な暮らしをしたい方なんか来るのとてもおすすめだと思います。そしてですね、お土産を買ってまいりました。じゃーん、ジュリアンアイス。川口安行特産の安行寒桜味のジュリアンアイスです。他にも種類がありまして、すべて草木の味がするというアイスでございます。
ただきたいと思います。たっぷり入っております。いい匂い。しかもね、この桜わかりますかね、桜がねこう入っててすごい可愛い。いただきます。桜の風味がハッと口の中で広がってさっぱりとして、そしてマイルドなミルクのアイスとあってめちゃくちゃ美味しいです。この桜の風味が自然な甘さでいくらでもいけちゃう味です。めちゃくちゃ美味しい。一口どうぞ。こちら美味しさレベルは5、独り占めしたい度も5です。もう一つはこちら、じゃん、川口市観光協会推薦品ということでジュリアンというお菓子でございます。これね、レーズン味だそうです。いただきたいと思います。いただきます。美味しそう。あー、いい香り。バターのいい香りがします。いただきます。バターの香るしっかりとした生地にレーズンの旨味がめちゃくちゃ合います。しっかりとレーズンの味を味わうことができて、レーズン好きにはたまらないお菓子だと思います。めちゃくちゃ美味です。美味しさレベルは5、そしてお土産にぴったりレベルも5です。それではこれから少しドライブをして帰りたいと思います。もう少し休日楽しみます。今回訪れた道の駅川口安行さんのアクセスはこちら、首都高荒井宿出口より国道298号線経由で約4キロ、24時間使える駐車場も完備しております。交通公共機関を使う方はこちら、 JR 川口駅よりバスが便利です。以上、エリンギ大平司のホリデールーティーンでした。